绝对不会让他有太平的球。Fly ball down the right field line. If it's there, it's gone, and that is gone. Yes, one ball. 秋山入ります。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びてバックスクリーン直撃、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。低めでしたが打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。鮮やかなホームランを見せてくれました。その差4点、大きくリードを取りました。西さん、うまく捉えたバッティングいかがでしたでしょうか。そうですね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたしね。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。勝利にぐっと近づいた、そんな追加点と言えるかもしれません。最初は変化球できました。打った、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、西武ドームのスタンドに消えていきました。引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。西武ライオンズ15対2になりました。ここ一番の集中力が光ります。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。この追加点は相手にダメージを与えたことでしょう。そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで西武ドームから失礼いたします。